18日の17時12分です。17時10分過ぎぐらいです。令和4年2022年3月21日17時12分ぐらいです。今日がですね、もうさすがに、先週の、あれもう先週じゃない、先々週、先々週の土曜日に完成させた3年前の曲、インベーダーって曲なんですけども、その曲の PV 作りを、PV 作り、PV 編集っていうのをできていないので、もうさすがに完成させたいので、今日で全部はできないけど、できないですけど、完成させるために必要な編集を、少しでもやっておきたいということなんですけれども、いつも配信とかしてないので、動画編集の時にね、今日初めて動画編集を、配信しながら、動画編集、いや、そういうのちょっとやったこともあるね、ちょっとだけ。だけど、カメラワークとかも一切気にせずに、こう、こんな感じでやってる。動画編集を、だからこのカメラワークをね、どうしたら撮りやすいかなっていうのを、向こう、作業部屋だとかっていうのでやろうかなと思ったんですけど、作業長くなるとね、いろいろ取り付けとかを場所変えたりとか、あと、暖を取るのに、バラバラだと、電気代とかかかっちゃうんで、シーちゃんもね、もう間もなく帰ってくるんで、ここで編集をしようかなと思うんですよね。で、その編集するにあたって、どのようなカメラワークがいいかっていうのをちょっとですね、今、編集、これ、配信しながら、確かにできてるんですけれども、ちょっとこの端末で、やっちゃいます、編集。パソコンは、もし編集のそういうふうなものにするとしたら、結構ね、スペックがいい PC じゃないと、とてもね、追いつかないんですね、動画の編集。それだったら、むしろこういった端末の方が、動画編集はやりやすい。で、前回この、桃太郎の話って、あ、これ、あ、ダメだ、これ。データがないから。そう、とにかく、桃太郎の話。昔話の桃太郎のお話。みっちゃんにも桃太郎のお話っていうのを編集して、動画を YouTube に上げて、それ以来動画編集はして、動画を上げてないです。ずっとこの YouTube 配信のみ、もう動画編集は、すごいだるいんですね。もうすごい作業だしてめんどくさいんです。時間もかかるし。でもういつも睡眠不足で、徹夜ばっかりで。でなので、YouTube を全部配信に今も切り替えた状態ですね。ちょい前まで、今年の年始最初ぐらいまでは、インスタグラムで配信したんですよ。インスタグラム配信。で、インスタグラム配信をしていたのを今 YouTube 配信に全部切り替えている。まあ、インスタグラム配信をし続ける理由っていうのがどんどんなくなっていって、YouTube 配信をした方がいいなというふうに、現状になっている感じなんですけども、インスタグラムはインスタグラムで必要ですよ。必要なんですけど、配信というよりは、インスタグラムの場合は短めの動画や写真によっ
寄る方がの方がインスタグラムの用途としては使用用途としては合ってるんですよね。あの配信とかそういう動画になってくるとやっぱ YouTube という認識で多分要は一致すると思います。認識のね捉え方としては、インスタグラムでそう配信をし続けるっていうのはあのインスタグラムの使い道としては、であればそういう配信に向いている動画サイトなんだろうなっていうふうに、それはもともと思ってるんですけど、思ってはいたんですけど、なぜかインスタグラムに寄ってしまったという、それは、YouTube の方にこうやって繰り上がってくるのにある程度世界観型ねみたいなものが必要だったのかもしれないですね。そう意図したわけじゃないんですけど、なのでインスタグラムはインスタグラムで用途として必要なものなんですが、こういう YouTube 活動のこの動画だとかのそういった一端としてはちょっとジャンルが違うような風にインスタグラムやってる上で感じていきましたね。なので、YouTube でなのでインスタグラムでレコーディングの演奏などもしてて、インスタグラムだとね、あの動画も反転したまんまなんですよね。なのでそういったあのちょっと使い方っていうか、配信をする上での使い方としては YouTube だとあのすぐにこの反転してした状態で出来残ったりするわけじゃないんで、 YouTube の方が配信には向いてますね。で、動画を撮影してで、上げるっていうのと、この配信で配信のものを何かしら使うっていうふうに、なぜそうにしてるかというと、もちろんそれはこの時系列っていうものをバラバラにして自分たちの好きなように並べ替えるチャカチャカ社みたいなやつだっていうのが、あの僕の撮影ものみたいなものをすぐに配信やら何やらがリアルタイムですぐにクローン人間みたいにパブったものをやる、それで自分たちの方が先にやってましたみたいなことを、なんかコソ泥棒たちがほざくみたいなことをもう延々繰り返すからです。だから配信であればあの撮影とかと違ってもうリアルタイムに、もうリアルタイムですし、あのクローン人間たちもクローンチャカーシャ、クローンチャナカ、日露くんのクローンたちも、あのそれ条件としてはそんなに安易なもの、安いその簡単なものではなくなってくる、より厳しい条件になってくるでしょ、クローン人間になるのに。だからもう配信の方がいいなというふうに、本来は別にそういうの配信をずっとしていたいとかそういうふうな別に、そういう なんていうのかな根本ではなかったんですけれども、そこに対策を練る、そこにどのような対策で、防衛壁をね、自分のそういったものを守るのにどのような術があるかといったら、撮影よりも配信だったんですよ。だから配信を使う、配信というものを利用するようになっていっている。いずれにしてもこの UMI 密書としての、 あの僕の人物がという人物が作れるもの、音楽だとかそういったものを中心とした、その僕の人物としてのあの ものをねこう生み出していくのに、どっちにしても撮影だとか動画を使うので、僕自身がね、あの演者としても、なので配信でも動画でも、まあ、動画の方が必要のない部分っていうのをどんどん削除して、クリーンにした、よりライトにしたものをあの動画化できるっていう利点もあるんですけども、配信の場合全部ね、あの丸々全部 NG も何もないですから、だからそういうところのつかめたんですけど、まあ結局僕
僕の場合はもう常にそういうふうにさらされてるようなイメージなので、常にね、悪いとこは悪いとこところを盗撮できたら、それをあちこちに拡散し続けるみたいなことをずっとチャナカチャカーシャに、人殺しチャナカチャカーシャに、そういうふうに民進役にされ続けてきてるので、まあ、そういう自分のいいとこだけ動画に編集してとかってやっても、時すでに遅し。なんで、であれば、あの配信をして、もう丸々このようにずっと、でもあんま変わんないかなという。という、そういう、こういうふうなスタンスなのは、こういうスタンスになってるのには、そういう理由、経緯があります。何の理由もなくとかではないです。で、YouTube でその配信でこの動画編集などをするっていうのは、やってなかったんですけれども、動画編集を、YouTube でもその配信もやって、それで編集終わったものを動画としてあげると、かなり動画の量だとかそういうふうに出力してる状態が多すぎて、これはかなり疲れがたまるのは間違いないんですけれども、もうこれからそういうふうにしていきます。どうもこれ。疲れてるのもあるので、早めに今日も寝たいですし、ちょっと今伊藤園切れてます。3頭よく買ってきました。なんでそんなに長くは作業しないです。なんですけど、どうしようかなと思って、パワーディレクターさんっていうのを使っています。僕はパワーディレクターさんっていう編集サイト、編集ソフトを使っています。これ有料版を使っています。なので無料版を使って、美味しいとこだけもらうみたいなことじゃなくて、ちゃんと対価を払って使っています。パワーディレクターさん、スマホは、これはシャープさんですね。シャープ製品は、電化製品はだいたいシャープを使うんですけど、そのモニターとか、あと空気洗浄機とか、そうだからツイッターとかではフォローしてますけど、配信とかでそういうのはどうなんですかね。その使ってる製品をハッシュタグで載せとくっていう、全部えぐり出しておく状態の方がいいのか、ちょっと定かではないですけれども、とにかくシャープ製品を使っています。でツイッターとかでもフォローしてますから、僕は電化製品とかでシャープ製品を、よく使っているっていうのは、僕は別に隠してないですし、そういうふうにしてますけれども、シャープ製品は持ちがいいんですね。持ちが、他の電化製品系の中でシャープ製品はすごい丈夫だなっていう印象があってですね、なのでそういうなるべく丈夫な方がいいんで、僕は繊細とかいうよりも丈夫な方がいいんで、どうしようかな、これ。あ、だからこれからでも
とりあえずこのプロジェクト名っていうのをいつもつけるんですけど、とりあえずねこのデータがいっぱいあるんですけどもね、このデータはどれもあのそのこの間配信しながら撮影してたインベーダーの今先々週作っ3年前の曲を作り直したインベーダーって曲の、PV 作り用にイラストを描いたんですよ先週で、先週の火曜日、つまり先週の明日ですね、先週の明日にイラストを描いて、でそれを PV に使いたいと思ってるんですよ。でその動画をこのように、編集できるするようにセットアップしておいたんですね。でこれを一つ使っていくんですけれども、どうすればいいかな。とりあえずこのようにこのようにここに、プットオンしていくわけですよ。こうやってプットインしていくわけですね。でそれでどうすか、こんなの画面なんかほとんど見えてないよね。本当だったらその画面が見えて、これで見えるかな。これで、なんかめっちゃ違ってるな。背景的にはあんまり良くないっていうかですけど、本当にこたつこっちにしかないのと、でもつけてないですけど、なんかやっぱ暖房をつけるのに、こっちの部屋じゃないと、も
向こうはすごい寒いんですよ。いつも作業向こうでやってる時暖房とかつけてないから寒いんですよね。でこういうのも手がかじかんじゃうともう作業にならないから、まあ、今日はもうあったかいけど、ここで、あ、ここね、ここに見える、ね、これで、ね、どうしてどうして俺が大切ないなこれじゃ。ね、これね。大体まあ17時半ぐらいからですね、作業で17時半ぐらいから作業を始めたので、まあ17時34分間にしますか。令和4年2022年3月21日の17時34分から、編集始めです、ね、そろそろ間を書きます。インベーダー PVO イラスト、令和4年2022年3月21日17時34分頃から編集と。でこれがこの動画のこれがこの動画のあのタイトルになります。これね、データ化したら この名前になるんです。データ化したらこの今タイトルつけた名前になります。で、あれ、なんか動かないぞ。ちょっとね、データなんか動かないですね。なんでだ。
か知らないけど、棒がないので、あ、わかった。なんで？一回、これ作業するわ。なんか動かないんで、これそしたらこっち、こっちでやるかな。いや、ダメ。こっちの方がいいか。こう、こっち側で。こうしたいんだな。見えるか。ちょっと